補聴なんですよ。何をしてるの？何言ってるの？クソコント。いや聞こえるかな。クソコント。おっぱい。もういいよ。いいよ。いいよ。太郎ちゃん。来た。おいっすよ。差し入れた。差し入れた。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、僕は誰にやってんの、ごめんなさいとかいいから、いつもありがとうございます、いつも裏場所ありがとうございます。あ、そういうこと、そういうこと、後でやって、後でやってね、助かってます。はい、さあ早速、今日はだって 1,2,3,4,5,6,7 個、うん、めちゃくちゃあるじゃん。なんで高いそれ確保したの？わけわかんないけど、最初こっちにね、あ、そうね、じゃあこっちに置けないと、ね、あ、そうね、早速開けていく、はい、そしたら開けていこう、はい、さてじゃあまずはこの Amazon さんですね、はい、ありがとうございます。よっこらショット、なんだい、はい、これ君の袋、俺のこれ、はい、これ、はい、書いてあるやつ、なにこれ、除菌、え、除菌ウェットティッシュ、おすげえ、あ、地味に助かるやつ、いや嬉しいよ、地味にこれ嬉しいよ、なるとな、なんですごい、スナック菓子とかね、これで、うん、確かに、まあ確かに、いや欲しいんだよね、こういうの、うんうん、地面に助かる、あるといいよね、なんて書いてますか、うん、ここにはね、まだ何も書いてない、スコッティウェットティッシュ除菌アルコールタイプ2個って書いてある。なんか、送り主はそれ一緒だと、あ、これ一緒なんか、うん、あ、あ、一緒一緒一緒、こっちなんだ、あ、こっちだ、いや、すごいよ、てか、え、どういうこと、でかっ、なにこれ、でっか、びっくっちゃった、うわ、すぐでっかだった、なにこれ、え、硬いぞ、プレステ、え、プレステ、あ、いや、サイズそうよ、マジでプレステ7 だいぶいったね、2個、2個飛ばし、これ開けてみ、へい、なんでしょう、すげえ、なにそれ、じゃららうわほい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 、ポテチ、やったー、乗るっしょ、嬉しい、プレゼントラッピングってそういう風にされる、それ十二袋、ダンボール、そこにもね、多分なんか書いてあるのかな、うん、あ、これ一緒だね、書いてあること、あ、一緒か、うん、たちゃんちょっと読める、これ英語だからちょっと、あ、読みますね、はい、メイザーカロリービーウィズユー、カロリーと共にあらんことを。名言っぽい、なんだそれ、カロリーと共に、共に、あらんことはい、こんな感じですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、送ってくださって、あ、だからポテチ食ってそれで拭けようってことね、なるほどね、そういうことか、なるほどね、あれ、みんなさんポテトとかポテチ送ってくれるじゃない、いや、嬉しい、もうないからです、12個なんて2日、ありがとう、瞬殺だよ、ありがたいことに、ありがたいことに、はい、そしてさあ、いや、すごい、アマゾンではない、あ、すごい、お、お互いにございます、無印、家買ったっていうことかな、この袋があるってことは、いや、ただのカバーじゃないかな、上にやっときたかったってことでしょ、無印するじゃない、タオルだ、いいな、チェオル、チェオル、タオル、チェオル、チェオルだ、めっちゃある、イエーイ、すごいね、いや、汗かくからね、俺らは、で、お菓子が、お菓子、うん、お菓子、シャー、あ、でも無印があるね、わわわ、クッキー、グミありますよ、グミ、あざっす、あ、これアメちゃんじゃない、これおにぎりせんべい、あ、俺おにぎりだからいいのか、めっちゃうまいやつ、これめちゃめちゃ美味しいやつ、大好きなんだけど、グミ、あ、おいしそう、マルちゃんせんべいの豚骨味、質量も、マルちゃん、あら、マルちゃん、小2出なかったね、今、マルちゃん、高いじゃん、ただ高めだった、高いや、そしてカレー、はい、手紙もらったので、ミートボールとかもありがとうございます、あ、いっぱいある、あ、いいね、ありがたい、嬉しみ、嬉しい、ガーリーレコードチャンネルの皆様へ、高井さん、フェニックスさん、アメちゃん、太郎ちゃん、こんにちは、こんにちは、いつも楽しく動画を拝見させていただいております、はい、深夜のテンションシリーズをきっかけに動画を見始めて、気づけば仕事終わりにガーリーレコードチャンネルの動画をチェックすることが日課になってしまいました、いや、やないですよ、嬉しい、ガーリーレコードチャンネルでハマりすぎて参っちゃいますよね毎日楽しい動画をアップしていただき本当にありがとうございます。さて、仕送り&差し入れ開封動画で飛び上がるほど喜ぶ皆さんの姿を見て、ついつい私も何かあげたくなってしまい、今回差し入れを送らせていただきました。
好みに合うか分かりませんが、日頃の感謝を込めて、冬でも半袖の皆様には必需、必需品であろう、タオルをプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。超かっこよくない？超かっこいいじゃん。超かっこいいのよ。何？見せたい白色のものは、うん、ガーリーレコードチャンネル以外に皆様の名前や名言カッコハテナを一言ずつ散りばめましたので、よければ探してみてください。本当に今見えちゃった。今ガーリーレコードチャンネルってめっちゃ書いてる。そうこれ書いてて書いてて、ね、いい、そうそう書いてんだけど、で、アメちゃんとか、あ、高いとか、マックス、タロちゃんとか、うん、高い高い高いってやっぱ高い、これだけ高いってなっただけで、高い、さすが高い、すごい。なんかね、一言がね、あるわ。そう、ある、あ、うん、あ、あった。これ、この森は私が守る。えこれだ、これ、これ、これ、探してみて、探してみて、これ、これ、これ、あ、すげえ。あと、いろいろあるのね、うん、ここで、ここ、見て、参っちゃいますよねって書いてある。すごい。あと、ここ見て、シンプルに、あの、デブ、デブこれだけ大文字だね。これだけ、あの、デブあるね、大文字、デブここにもある、大文字だ。どうしてだよもある。え、すごい、これめっちゃおしゃれじゃん。本物じゃねえかもあるよ。すげえ。うわ、すごい、いろんな、ちょっと製品がじゃあるのね。多分ね、まだ書いてあるんだろうけど、いっぱいあるだろうね。すごいね、いっぱい書いてある。単独でこれ欲しいな。これ欲しい、欲しい。これいいよ、そっちの高いのやつも。あ、そうそう、これめっちゃいいじゃん。え、かわいい、めちゃめちゃかっこいい。あ、これいいね、めっちゃかわいい。めっちゃいいじゃん。しかもこれとちょっと併用できるというかさ。確かに、あ、確かになんかいいよね、この感じ。雨巻いてみたら、お、巻いてみようかな。世界観合ってるよね、この感じ、うん、すげえ。世界観、世界観、世界観、世界観。尾崎、尾崎、世界、そっちじゃない、この感じだろ。すごい。またタオルといえばアメちゃんのイメージなのですが、首に巻いてる時、いつも息苦しくないか心配でした。おこれでも大丈夫です。あの、アウターというか、冬はあの、マフラー、マフラーとして使用してる。タオルがアウターとして使いますんで、うん、はい。え、これめっちゃおしゃれよ。マフラータオルもありますので、うん、いっぱい首に巻いてください。だこれだね、いやいや、これとこれだ、うん、その他に少しですが食料も同封しておりますので、ありがとうございます。中の足しにしてください。加えて動画のコメント欄も秀逸で、コメントを読みたいがために見直す動画もある。あ、そうだね、すごい優秀だからな、マジで通な見方、うん、本当に。差し入れ開封動画でこの 手紙が読まれることを祈って、視聴者の皆様にもこの場をお借りして感謝を述べたいと思います、うんうん、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんだけやったら半日は持つもんな。いや半日はいける、ね、これで半日なんだ。3時間も持つな。ありがたい、マジで。ありがとうございます。これ超おしゃれ、ほんとね。では、長くなりましたが、この辺で、はい、ちなみに私のお気に入り動画は、熱すぎてバブった高いや、ASMR さん、ウィリアム・デブなどです。あ、いいね。ここで上げてみて気づいたのですが、うん、私はどうやら高吉よしのようです。あ、なんかいい。今さら、今さら気づいたんだ。今さら気づいたんだ。もっとあの声大にして言ってけよ。私、上げてみて気づいたのですが、私はどうやら高吉よしのようです。もちろん、絵だけで笑いすぎのフェニア、出袋で容疑棒を撫でます、アメちゃん、いつも親戚なリアクションで驚く、太郎ちゃんなど、みんな大好きです。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。いや、嬉しいよ。嬉しい。嬉しいですわ、本当に。高吉を好きって、声を大にして言えるのすごいね。だから、字で書いてて、はって気づいた。あれ、私好きなのかも。確かに、推しが好きなの。少女漫画のようなさ。ね、絶対言わない方がいいけどね。なんでだよ。前言ってけ。自分の犯罪歴言うようなもんだもん。破壊を好きっていう。悪いことじゃないよ。本当に、ね。お手として扱われちゃう。さあ、続きまして。あれあら、見えてきたよ。もういきなり楽しいよ、もう。何やったー、うわーイエーイ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 なあ、うわっ、うまかっちゃん、ちょっといいよこれ。あっ、これうまかっちゃん、私も、ああ、いいね、出た、うまかっちゃんだと、これからし高田風味っていう、あ、うまそう、ちょっと違う感じのやつ、そしてなんか中に段ボール、あ、さらにふとん、あ、なんだ、オリジナル、え、シャツじゃない、そうだ、トレーナー、手紙を、お手紙、お手紙、あ、じゃ若干変えるぞ、美味しそう、それ美味しそう、これめっちゃ美味しい。なんかこれ可愛いじゃん。誰 T シャツ、ロンティ？手紙書いてあるんだよ。トレーナーだね。トレーナーか。あ、トレーナーだ。うん、あ、すごい。うん。読みますよ。うん。あ、でも初めてしっかり、アメノミヤさんって書いてあるわ。さあ、アメノミヤさん。
フェニックスさん、はい、秋山さん、うん、秋山さん久々に言われたわ、ちょっと聞きました。忘れてた俺秋山だ、秋山だったんだ、忘れてた俺秋山だ季節柄インフルエンザが流行りやすくなってしまい、ね、本当に参っちゃいますよね。いつも仕事の移動中や出る前に成功でした、成功でした。動画を拝見させていただいてます、はい、皆さんの動画はどれもとってもハズレがないほど面白いものばかりです。まあ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 、その中でも、まあ、ハズレ結構あるなと思ってありますよ、まあ、それやってくうちに、うん、やってくそれあるけど、うん、あの最近、うん、あの iCloud の容量2テラに増やしたのよ、うん、ちょっと動画増えすぎて、うん、で改めてその夏から今日の今日まで動画見てみたんだけど、あの2700本ありました上がってんの400本ぐらいだから、やばい、マジかよ、あのほぼ使えてないっていう誇り動画、誇り動画がある、はい、お恥ずかしい、恥ずかしい、ありますよ、お恥ずかしい限り、でもそのこの人はでも当たりって言ってくれてる、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、その中でも少林サッカーのチャオシンチーや音ジャのモノマネが好きでリピートしちゃいます、さっきから高吉多いね、ちょっと多いね、高吉差し入れは、ぜひ皆さんに着ていただきたいと思う自社ブランドの服をささやかな、お気持ち程度ではございますが受け取りください、自社全部なんかパターンが違う、胸のところにね、以前ツイッターで高井さんとフェリックスさんに袋サイズをお伺いしたものです、最後になりますがお体には気をつけて皆様のご活躍を買ってながら応援させていただいております。はい、はい、すごい、 M どれ、 M これだね、ああ、あ俺だけ袖編んだ、XL のシャツが色違いで3枚、ああ色違いでさ、色はね書いてない、誰が誰、ね、多分こうじゃないかな、そうだな、俺だけ分かるっていう、まあ、これフェリーはまあ M だからねあでもいい、いい感じ、うん、予想こうなんだけどかなぽい、確かに雨、そうハッフルパフだから、黄色ハッフルパフだから俺、これ俺、みんな T シャツだよね、 T シャツ、あのロンティーかと思ったらこれ、うん、トレーナーのやつちゃんと暖かいやつ、ありがとうございます、ありがたい、あとじゃあ大きいわこれ、しかもあ、ほんとだ、着やすい、すごいいいな、着やすいな、着よう、着よう、いいね、あ、早い、あ、高い、いいね、いいいいいい感じ、ジャストサイズ、ジャストサイズ、ハニーコインズ、ハニーコインズっていう、だから服のメーカーじゃなくて、いいってこと、いい匂いハニーのニュース、ハニーのニュース、嘘、いい匂い、秋山の匂いです、秋山だった秋山でした、秋山でした、シャボン玉また遊べるね、この部屋、いやいや、ね、やんだよもう、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、いや、でも、あ、いい、うん、あ、揃っていいね、いい感じですか、はい、いいですね、やったぜ、やったぜ、いいですか、よっ、かわいい、ハニーズコイン、ハニーコイン、うん、これすごいね、当然めちゃめちゃありがたいありがとうございます、よし、あげてくれ、これ開けよう、はい、あれこれこちらもまたちょっと衣類が、あー、ほんとだ、あれ、あー、これこちら、うん、それお手紙かい、うん、あ、うん、これは手紙もスパイダーマン、これスパイダーマンじゃん、えポストカードみたいな、ほんとだ、かっこいい、スパイダー、わーカレーだ、ナイルカレーナイルカレー、うん、新しいヘルシーレクチャー始まる、出た、おー、出た、どうなったお久しぶりお久しぶりですね、ハリーポッターって書いてあるよ、嘘や、すげえ、これはもう個別パスタ、100ミビーンズじゃない、100ミビーンズかな、そんな、そんなパケだっけ、めちゃくちゃあるわ、100ミビーンズボックス、あ、OK、これでいい、すごい、はい、カエルチョコだ大丈夫逃げちゃわないやばい、こっち気をつけて、怖っとめちゃくちゃ OK、怖っとダンブルドアかもしれない、ダンブルドアだよ、呼びますよ、はい、ガーリーレコードチャンネルの皆様、はじめまして、いつも動画楽しく拝見させていただいております、そして単独のライブの開催決定おめでとうございます、ありがとうございます、私は福岡県に住んでいるのでなかなか劇場へ足を運ぶことができませんが、画面越しに元気をもらっています、福岡にも去年吉本さんの劇場ができましたので、うんうん、できたんだ、いつか皆さんが来ていただけることを願っております、これからも動画を楽しみに応援いたします、好きな動画は、先輩圧迫 BBQ デブと、あーあーすげえ、懐かしい、原田さんのやつね、すりガラスの住人高井です、あーおーすごい、ありがとうございます、最近のやつも、高井もすごいね、ありがとうございます、プレステやっぱ俺 M? L, L, L か M だったら、あ、もう M だわ、これはこりゃ M だ、やっためっちゃいいじゃん、いいね、極端で分かりやすくて、俺ら分かりやすい分かりやすいな、サイズで分かるな、俺らじゃないってそう、これ喧嘩になりようがないから、確かに M が来た、 ML が来た、アメちゃん、笑った時のアメちゃんの目に似てると思いますけど、え、なんだ、なんだ笑って、天神って書いてある、大阪
じゃない。あーあー見たことある。ああ、ね、似てるわ。似てる。なんだっけ、眉毛の角度が一緒。あのせんべいのやつじゃなかった？せんべいのやつ。せんべいのやつなんかついてるやつだよね。あ、すげえ。あ。アメじゃん。アメちゃん。そのままだよ。アメちゃん。そのままアメちゃん。めちゃめちゃいいね。いい寿司でいただいたこと。全く違和感ない。うん、そしたら手紙がもう二度と読めない。外しない早くもアイマスク。詰めて。それもね、一応コメント。早く外した方がいい。外した時に言うやつを先に言っちゃったよ。やりたかったのよ、ルール無視。高井上司。藤原竜也さんや新しい王様大好きです。あのね、ドラマね。じゃあ。え、ちょっとさ、普通にカエルチョコ、何カードとか入ってるのかな。入ってんじゃない、ダンブルドアじゃない。開けていい？いいよ、いいよ。これも嬉しい。うまいんだよ、これ。俺、どれなんだろう、俺。ツナ缶。どれなんだろう。これかな、ドーナツ。あっカード、マジ…え、カードも入ってる？入ってる。ほんで、やばい。え、来た。なに？ヘレナ・ハッフルパフ。うわぁ、すげぇ。雨じゃん。いや、やっぱそうなんだ。普通の人知らないやつだ。うわ、あ、今しかもいるね。ハッフルパフのその創設者。創設者。ハッフルパフ。すげぇ、ハッフルパフ。ちゃんと黄色きてんじゃん今。じゃあ雨やっぱそうなんだ。ハッフルパフだ。愛されてる俺。自身のハッフルパフ。ハッフルパフだったね。ネットの診断だと3人ともハッフルパフだった。3人ともね。やった、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい。あ、これもうそうだ、これ最後にしようか。そしたらこれいきましょうか。はい、ドン。はい、よっ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 、じゃんじゃんじゃん。はい、これお手紙、お手紙です。はい、あ、もう太郎ちゃんだ、これも。え、嘘、マーベル。え、待って、2個ある。2個ある。2個ある。2個あるぞ。絶対俺じゃん。絶対俺じゃん。頼む、そうであってくれ。わ、お菓子がすごい。お菓子、はい、こちら。やべ、なんだろうそれ。お菓子が重いやつ。チョコ。お菓子がたくさん。なんだ、いっぱいいっぱいある。柿の種。スニーカー。スニーカー。スニーカー。そしてハリボー。わあ。よし。ハリボーは確実にそうですね。あたい。読みますね。はい。お、ガリレコードチャンネルの皆様へ、いつも動画楽しく拝見しております。私は皆様と同じ92年生まれのドンキカメです。ドンキカメや。おない、そういうこともあり、皆様のホームビデオを見ていると、学生時代に戻ったような懐かしさと楽しさを覚えます。さて今回皆様にはお菓子とマーベルグッズをお送りします。東京生まれ東京育ちの私にはこれといった名産品もないので、私がいつも食べているお菓子とマーベルはスパイダーが太郎ちゃん。ね、靴がね、そう違うのよこれ。何？それ何なの中身？靴、いや、わかんない、なんだろう。靴、これスパイダーマンで、こっちデッドプールなの。おお、で、デッドプールはフェニー。やった、お願いします。マジ？また、私はやったフェニーと同じ。あれ？フェニー、フェニー、フェニー、フェって書いて、アニって書いて。ああ、フェニー。たまに後輩が呼んでくるやつ。同じ8月3日生まれなので、私も大好きな固い組を追加で入れておきました。なるほど。8月3日はね、グミを食べる運命なんだ。そういう日？カービィ作った桜井さんも確かそんな感じだった。あ、そうなんだ。グミ好きだ。だからやっぱ似てる。好きそう。同じ生年月日。カービィがグミみたいな。そうだ。まあそうだね。見た目そうみたいな。同じ生年月日で似てるって言うしな。あんのかな、やっぱそういうのね。同じ運命たどって。あと伊達政宗ね。そう。伊達政宗。二刀流。やっぱ効率を考えるからさ、その。書いてないっていう。効率中だ。無駄は省いてる。無駄は省いてる。それ、なんだったの？あ、開けてみたら。これ、ね、マグカップとか、湯飲みみたいな。開けるよ、これ。めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん、それ。デッドプールのやつだ。タンブラー。これタンブラー。あれ、俺のやつや。こっちなのかな、あれ。いや、スパイディがこっち入ってたのよ。だからあれじゃん、両方とも別。こっちはデッドプールで、あ、こっちスパイディやね。なるほどね。どっちがいい？スパイディとデッド。じゃあ俺スパイディにする。いや、そりゃそうだろ。書いてあんだから、こうって。そうですね、こうこうか、こういうことか。すげー、ありがとうございます。めちゃめちゃいいね。じゃあ、必然的にお菓子は全部俺と高いで。そうだな。違うだろ、絶対。え、絶対違うだろ。え、全部俺よ。すごいね。すごいな、欲張り。最後に涼しい季節になりましたので、はい、お体に気をつけて思いっきりはしゃいでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいいっぱいよ、もうすごいよ、ちょっと。そして、最後になります。はい、こちら。ありがとうございます。来たね。うわ、これ何これ。額縁。
多分絵っぽいよね。これすごいね。額縁、やっぱもうまた新たなコレクションが合うのかな。多分増えそうでございますけど。なんじゃい。あ、でももう入れスマイル入れてくれてるんだ。ありがたいね。うわ、すーげー。え？なになになに、どういう？え？いや、わかるよ。わかってるよ。だって額縁って書いてあった。え、いくよ。こう手紙ね、多分。あ、はい。パンと出すよ。ほっ！うわ。え？うわー、なにこれ。すごいよ。すごっ。できればこう。こうだな。多分逆でこうだな。横だ。こかわいい。すげえ。なにこれ。めちゃめちゃかわいい。めちゃめちゃかわいいじゃん。ガーリーレコードってチャンネル書いてある。道具で、なんか動画で使った。いろんなアイテムが、まあ、好きなものとか。そうだね。岩井切りの棒もあるし。あ、あるよ。セロちゃんもいる。すげえ。あ、しかも最近の腹筋ローラーとかもある。買って。あ、とてもあるわ。クッションでこれでしょ。わ、すごい。本当だ。え、すごい。バランスボールもあるね。何これ、最近のやつも全部あるわ。トランプ、マスターハンド、気配棒。すごい。わあ。すげえ。ハサミもあるじゃん。ハサミとかすげえ。手紙もさ、その、かわいい。チャンネル全員のやつと、うん、このちっちゃい、個人的なやつ。あ。これちょっとみんなに配って、とりあえずじゃあこのみんなのやつ、これフェニーだね。フェニーと、アベちゃん、タロちゃん、フェニーさん、ASMR さん、はじめまして。あれ、セマです。ちっちゃいな。出た。ちょっといいから。少しずつ暖かくなってきたと思ったら急に寒くなったりと気温が不安定で参っちゃいますよね。めちゃめちゃネチョネチョしてたじゃん。横であのニヤニヤ保護者みたいな、よく言えたねみたいな、やめて。はい、私がガーリーレコードチャンネルを見始めたきっかけはツイッターでたまたま流れてきたただのババ抜きを藤原達也さんが楽しいようですが、その動画から気になり始め、今では毎日動画を漁りまくるほど大好きになってしまいました。好きな動画は武田鉄矢シリーズ、体温計のデブ、あと濡れしりとり、体操整形ね、体操整形か、体操整形でデブ測計測、濡れしりとり、雨の宮むさぼる、あったね。ひたすら食うやつ。書き始めたら止まらなくなるほどたくさんあるのですが、中でも一番のお気に入りの動画はキバデブです。おお、キバデブ、かなりすごいね。今回僭越ながらポスター風のイラストを描かせてもらいました。かわいい。皆さんに喜んでもらえるよう食料品等をプレゼントしたかったのですが、金銭面的に難しくて。いやいやいや、全然いい。ありがたい、ありがたい。全然ありがたすぎる。いや、ありがたいです。すごいよ。これでさすがに僕は言えないよ。いやいやいや、ないよ。なんかねえなは。全くないです。ないです、本当に。差し入れ開封動画を見ていると、ぴょんぴょんと喜んでいる皆さんが微笑ましく、どうしても何か送りたくなってしまい、これだけしかありませんが、どうぞ受け取ってほしいなと思っております。長文になってしまいましたが、少しでも目を通してもらえると幸いです。まだまだファン歴は、浅く未熟ですが、これからもガーリーレコードチャンネルを陰ながら、支えられるよう頑張りたいと思います。最後になりますが、皆様どうか風邪をひかないようしっかりと長袖を着て防寒してください。はい。お、え、なるほど。おまけですが、手作りでシールを作ってみました。まさか。少し雑魚目ですが、見ていただけると嬉しいです。ってことは？ってことは？入ってますわ。手紙とシール。全部違うのかな？これ、互いのやつ。あっ、聞かデブの時だ。聞かデブじゃん。うん。あ、本当だ。言わざる。え？で、ちゃんとその時の T シャツね。ミデブ。俺何？フェニーは？フェニー。フェニー。あ。はい、これ吹き出しもあるね、これね。え？ですか？あー、やった。おー、すげえ。フェニー2枚。でもね、吹き出しのやつもあるよ。あるある。これ1枚。ありがとうございます。あ、あれ入ってるよ。あ、参っちゃいますよねってちゃんと書いてくれてる。うわ、嬉しい。すごい。手作りだよね。そう、俺も、あ、じゃあ俺これ。あ、めっちゃいいじゃん。あ、これ言えてないけど。見て。参っちゃうんすよね。髪の毛とか。きたね、マジで。マットきたね。見て。ミットを多分蹴ってるやつ。うわ、すげえ。バン。食パンみたい。かっこいいね。いやいや、ありがたい。うわ、見ちゃうな。確かに、なんかじゅって見ちゃう。あれ、え、高いのは。高いパイセンの、多分。高いパイセンのやつ。高いパイセン。あ、あった。気配棒。バツ。バツじゃない。気配切りの棒ね。あ、ウレタン棒か。ウレタン棒じゃない。ウレタン棒でしょ。いや、バツだけだし。いや、すごい。ありがとうございます。で、一言コメンツ。一言コメンツも。うん。
やばかっすね。あ、これフェニーやつだね。動画の画面外から聞こえるフェニーさんの笑い声につられいつも笑ってしまいます。あと余談ですが、ツイッターでフェニックムさんからリツイートされましたの通知に、リアルガチで本物じゃねえかと声を出してしまいました。リツイートしたことがあるんだってことだね、うん、おえ絵のやつかな。言えよ。まあやっぱここ全員エゴサーチ大好きですからね。エゴサー見ちゃうからね。星見キャラ10連選手権にある最後に一つ言い残したことあるかいの声がすごく好きで毎日リピートしてます。高橋さんの声が大好きです。あら素敵。支えてあげたら耳あれつけて支えてあげたら最後に一つ言い残したことはあるかい。めっちゃ聞こえる。気持ち悪い。気持ち悪い。阿部ちゃんと笑顔や笑い顔にいつも癒されています。学校室に入っているイラストの中にあるハサミとおにぎりは、ああ阿部ちゃんを思い出すから書かせていただきました。そう、ね、あとすごいねがとてもツボです。すごいね、すごいねっていう長州さんのモノマネね。すごいね、長州力のやつね。いや俺もある。高井さんや阿部ちゃんがタロちゃんの部屋で暴れているのに対し、タロちゃんは笑顔で許しちゃいますよね。そんな優しさで溢れる太郎ちゃんが素敵で大好きです。ムダルフーグーってなっちゃう。ダルググググってなった今。いや今日一発目だから。ムダルヒメクセはこれ、ま、出さなかったよ。ムダルヒメクセ、あーすげえ。いいよもうそれ。すげえ。はい、いやありがとうございます本当に。ということで全部ですかねこれで。はい、いやもう全部ありがとうございます。盛りだくさんな。盛りだくさんだったね。差し入れでしたけど、ありがたい本当。まあまあ長くなりましたね。ありがとうございます。長編になりましたから、もうでもしょうがないよこれ。こんなにたくさん本当にこれは仕方ない、ね、今後ともねお願いします。本当によろしくお願いします。応援よろしくお願いします。はい、ハッフルパフ、以上開封動画でした。ありがとうございました。なんかは言って欲しかった。